紋別市内で見つかった野鳥の糞から、抗病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました。党によりますと、今月24日、紋別市内で北海道大学が研究調査のため採取した野鳥の糞から、抗病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。抗病原性のウイルスが党内で確認されたのは3年8ヶ月ぶりで、 道は関係機関などを集め、今後の対応を協議しました。周辺で死んだ野鳥は見つかっていませんが、道は周辺10キロ圏内の野鳥の監視を強化しています。